お知らせの時間です。こちらは濃いです。もう本日席ね、なかなか行ったようなのが来ませんから、こちら少し移動してスペースありましたから、こちらで食います。カウンターで円形になっていました。あまり人も入らない、まあ、人なんか関係ない。要するに今日はね、もうバカのね、もう集まりなのどこ行ってもね、それはもう明らかに。一言も人と離れる。そうね。疲れましたね。我慢しません。神戸だからね、大阪だから関係なくて、人からね、離れたところ、離れたところ、まあ、一か所ありましたけどね、なんか変なね、男もいましたね、そういうのも避けて、空いてるよって、あの声分かれてたんですけどね、一個ね、そんな気持ち悪いね、男の横なんか、座れませんよ、私、いくら座れたんだ、まあ、そんなこと私、分かってます。私でもね、嫌な方当然いますからね、まあ、それはもうお互い自由、とりあえずお腹すぎました、食います。久しぶりのね、食事です。久しぶりで食っていますけど、ね、慣れたところ、買い慣れたところ、いいですよ。悪くありません、確かに。まだね、まあ、柏餅つぶやいてますね。職人さん、まもなくご出勤なんです。ご、ね、出勤されているね、下っ端よりもね、やはり上を立てるべきなんです。連絡はね、係長からの何かありましたけど、そこはやるやな、売り場のね、まあ、店長ですが、まあ、主任ですけどね、売り場の店長で当たる方なんで、アングル悪いですね。ハマチの背中です。
の頃に比べてね、大阪見ていますけど、まあ、大阪はね、情があるとかいろいろ言いますけど、いとこに比べてね、神戸と比べて厳しくなってますよ。なんかありません。自分のことを自分で守れるね。神戸ほどね、甘いですよね、考え方が。私が見ていますよ。スプーンの方で大阪したいなってね。こちらはね、かまとのようです、ね、最近不思議なことに、あのわさびよろしいでしょうから、ね、ダメな方いますよね。それはね、人それぞれなんだな。このね、乗馬というところなんですけどね、ここもね、長いんですよ、付き合い3年間付き合っておりますからね。人は変わりますよ。乗馬とね、確かにね、随分と人の入れ替わりはあります。まだね、これだけ足りないんでね、セットものの握り替わり、気合いのものね、入ってるのに、わざわざ食べないんで。
ましたけどね、瓶の茶を持ってくるのが重たいのあるのものを使って刺身コーナーにね、どんどんはなんとなく違いますよ。ちょっとこう、多分ね、あなたは何だったんでしょうかと思います。南京食堂の味はありません。これにはまって756円です、ね、こんなこと言ってますか、何も食べませんか。嫌なものだったら変わんないんじゃない。これがもうダメだと思ったら変わんないんだいただきました。お店の方天気よくありますね。見えません。こいのぼり、
か回せない無駄とかしてるインスタ映えね見ていましたね。それはコーナーの世話だけどね、あドリンクあってスマートフォンでね写真撮って、まあそれなんかインスタグラムで投稿してるような素振りで、あとね捨てていました。なんか変ですよね。別にお店が儲かるんだよそれね。関係ない。野菜の方で、まあそういうやり方、私も野菜とかしますけどね。買ったものそのままね写真撮って投稿して終わりというのなんか私には嫌ですよ。アゴマスクがね、もういいんでね、外せばいいと思うんですからね、アゴマスクを行うならね。それどんなことなんだ。ね、私何の影響もないからね、関係ないんだ。まあ、私もそうだ。何の、ね、影響もないんだよ。もう面倒なんで、そこはもういらないんで、言えばもうそれなりに手の方がね、これうまく開けれないんでね、テープね。まあ私のやり方で、これはチンとして買えますね、こらえるタイムね、そのままそれも自由なんで、まあ、三宮はね、大丸元町ね、ほとんどの方がそこで買われてね、まあ、そんなこと自由なんでね大丸屋行けばね、買ってるにはね、私もなんか羨ましがることみたいに必要ないじゃないですか。だからね、近鉄はね、ダサくてね、田舎臭いってね、私散々ってね、おそらくあまり行かないでしょう。まるなケースとしてね、まあそれはね、行くんじゃない自由なんでね。私も何も三宮で買わないとは言っておりません。まあ買うときもあるでしょうけどね、通過するときもあります、設計させるときもありますね。それはまあそれはもうよほどのことですよ。
例えば神戸空港なんかは三宮経由ってどうしようもありませんからね。いくら経由検索ね、例えば前回はね新神戸までバスがたまたまありましたから時間帯よって。三宮の街に経由したね、新神戸までね行きましたよね。帰りましたでは大切に行わないといけません。第一ね、信頼関係はね、大事なんですよ。
ってね、あれね、お商売ですけどね、信頼関係も大事なんだね。そこはね、あれぼったくり、コープコープとね、違うところです。なるほど。あれは単なるスーパーのね、一部分です。信頼関係だからどうでもいいんですよ、あんなところは。海外が購入してるのあれだって、まあ、僕の想定コーラ買いますけどね。私のノーマルもないです。ああ、お持ち帰りのものはね、先約済んでみたいにお茶大事で、お信頼関係がね、柱餅は少し時間を置いてから食います。生なんでやはり標準に、狭いところだったんで、まあ、コースが空いていませんでした。後ろの角度で行けばね、テーブルも少しパッとしますけどね、座っていますかね、これバッグ全然入れないのね。
も通れないの。私これ子供だ。狭いとこね、家族で通るからね。私行ったからね、またいつまでも移動しますよね、他にも使うの。バカの集め立っていますから余計なね、車体入るんで。タコできたことで、まあ、ありがたいと思わないといけませんね。余計なね、車体なんで。座ればいいんです。座らないんですよ。子供と二人ね。
座りました。テーブルね、来てよかったです。邪魔なんですよ。
ったりこのそういったカードとかやる。セックスも嫌いですし、子供も嫌いなんですよ。何でもやめて、子供も嫌いなんですよ。まあ、孫ね、私の皆さん、孫をね、もう見る人たくさんいますね。まあ、それはね、人それなりまだね、孫だとね、わかります。今頃いる人いますよね。ねえ。いました。お腹いっぱいです。はい、15のお醤油。少し休憩して近畿大学園に入ります。本日動画の181人です。